高人新納妃ゆり子は日本の皇族、元家族、三笠宮や第二代当主、三笠宮高人新納の妃、三倉井は新納妃、継承は殿下、君党は君一党、お印は霧、旧名は高木ゆり子、皇室会議予備議員、死爵高木忠し読、第二女子、死女に安子内新納、友人新納、 桂宮城人親王、ヒトシ内シン高窓の宮ノ人親王がいる。2021年現在、存命の皇族の中では、最年長者であり、秋人の叔父、おばとしては、皇族外も含め唯一の存命者である。1923年6月4日、東京府東京市赤坂区の高木死者邸に誕生。家族、高木忠正徳子爵の次女、母の国子は、 入り江止め、守るし尺令九1928年、女子学習院幼稚園に入園。1941年、女子学習院本科を卒業。同年10月3日、農祭の儀を経て婚約。同年10月22日、結婚の儀を行う。2年6ヶ月後の1944年4月26日に、第一女子、安子内親王が生まれる。その後、 友人親王、桂宮城人親王、納、洋須内親王、高窓宮則人新納が誕生。皇室では1963年から1967年まで皇室会議の予備議員を務め、1991年より皇室会議の議員を務めたが、2007年9月より再び予備議員となった。政府による正式表記では皇太子を除いて、 皇族に宮号が冠されることはないため、官方での表記は、高人新王妃ゆりことされ、三笠宮が冠されることはない。宮内庁の発表7月10日によると大腸がんが見つかり、同日、聖路科国際病院で摘出手術を受けた。2016年、夫である三笠宮高人新王の皇居に伴い、三笠宮家の当主になる。 2020年9月24日、肺炎と心不全の併発より入院、10月8日に退院した。高木家は、小田信長、豊臣秀吉、徳川家康に仕えた武家で、江戸時代は、河内国丹南藩。母、母、国子は、入江ため、守る施の娘で、弟に、自重長、エッセイストとして、有名な入江愛政がいる。入江家は藤原北家の支流。 冷静家の流れを組み、中世の大家人、藤原春税や藤原定家を祖先とする家道の家だった。なお、父の高木正徳は、昆虫学者であったが家族制度廃止に落泊し、1948年7月8日、衣装を残して失踪、11月1日に、東京都と山梨県の県境にある西多摩郡氷川町の七追石山の中で、 首吊り自殺の白骨死体となって発見された。遺書にはインフレ等による生活苦が綴られており、生活力のない家族が淘汰されることを国民に印象付けた。夫の三笠宮隆人新郎との間に三男二女を出産し五人の子女を設ける。1950年頃、左から友人親王、百合子妃、偽人新郎、安子内親王、入江は、 藤原北家、長井江流巫女左家の支流、霊勢家の分家で、旧価格は、ウリン家である。鎌倉時代初期の歌人、藤原定家の子孫。ありがとうございます。